わゆるこの揺さぶりといいますかね、はい、あのライオンズの今年 の、ね、あの選手みんな走れるよっていうのが売りなんですよね大体ね、まあ、強いて言えば走れないのはオーティーズぐらいかなというオーティーズが、はい、今あのファームで調整中ですから、結構ね嫌なんですよピッチャーですからね、はい、この試合の前までチーム盗塁数は16リーグナンバーワンの数字です。ここはタッチアウト引っかかってしまいました。ヘルマンが飛び出してしまいました。ここは階段が落ち着いて、はい、よく見てましたよね、まあ、今シーズンのヘルマンは盗塁数もすごく多いんですけども、はい、多分今のように飛び出す失敗ですね、失敗の数これもかなりあるような感じがするんですけどね、はい、大事なランナーでした。2アウトランナーはなくなりました。海田毎回のようにランナーを背負いながらもなんとかピンチを切り抜けています。内に入ったライナー、この打球はどうだ、フェンスを越えた、浅村同点ホームラン、今シーズン第1号同点のホームランが出ました。1-1、打たれた甲斐田、浅村今ホームイン、水間さん、はい、大きなホームランですね。そうですねだからあのまあ、今はね、まあ、たまたまだとは思いますけども、はい、まあ、でもランナーがなくなってね、バッターが大振りするんではなく、コンパクトに振ってると思うんですよね、はい、これ難しいのを腰をクッと回して、打ってるんで、うまくヘッドが返ってると思うんですよ、だからここまで飛んだと思うんですけども、ツーアウトランナーなしから打たれた甲斐だね、はい、すごくショックだと思いますよね。